ちの方に綺麗な貝殻があるぞ。たくさん集めてあいつに見せてやろ
俺は漁師としてきちんと責務を果たせているのだろうか。またお前とエピロス島に来れてよかったよ。いつか戦いが全部終わったら、その時は二人で、いや、オーベルのみんなと来れたらいいな。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・レ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。俺はセシル、人探しの旅をしている。オリビエ大公、レオンだ。民は私のことを英雄と呼ぶが、私自身はそう呼ばれるにはまだ早いと思っている。なあ、少しだけ散歩に行かないか？別にお前と二人で散歩。
けません。くたばりな！これ、なかった。甘いわ！ついて、ないね。まだまだ！攻撃だって。俺を信じろ。俺を信じろ。これで決めます。
逃がさん。俺を信じろ。散歩に行かないか？別にお前と二人で散歩したいとかそういうんじゃないぞ。海の風が気持ちいいから味わっておきたいだけだ。これ覚醒？やばい力なんじゃないの？大丈夫？本当に？私の強さは限界なんて知らない。そう、この槍のようにね。私の強さは限界なんて知らない。そう、この槍のようにね。サボっちゃダメよ、エルバ。日々の訓練は必要なんだから。
君ってちょっと頑張りすぎじゃない？たまにはサボっちゃおうよ。一緒にふかふかのお布団に入って一日中お昼寝してようよ。には訓練なんか必要ないのに。君がいつも頑張ってるから。あなたにとって力になれるかわからないけど、王者の姿。あなたらしい心のこもった贈り物ですね。ありがとう。私の欲しいものをわかってくれる、その心遣いが何よりの宝物です。私に？あなたのそのセンス嫌いではありませんよ。まあ、これを私に、まあ、これを私に？どんな高価な宝石よりも嬉しいです。これをあなたらしい、まあ、これを私に？まあ、これを私に？どんな高価な宝石よりも嬉しいです。あなたらしい心のこもったこれを私に、まあこれを私に、どんな高価な宝石よりも嬉しいです。君がいつも頑張ってるから。
カメリアとオリビエの両軍はトラン川を、それは何日にも及んでいた。睨み合いが数日にわたって続いている。カメリアの目的は持久戦か陽動。この膠着した状況を打破する、それが俺たちの役割だ。よし、俺が暴れてきてやるぜ。デフロット、アーデルハイド様との謁見のことは聞いたが、気迫が凄まじいというか、調子がいいというか。それにお前、ちょっと前まで鋼鉄の女騎士とかなんとか言ってなかったか？そんなわけないだろ、あんなにお美しい姫様に向かって。よし、俺は本気で騎士を目指そう。な、騎士を目指す動機が不純すぎるぞ。この国と美女の笑顔を守る、それが騎士の本気ってもんよ。放っておいていいのか、あそこまで騎士を舐めてるやつを。目標を持つことはいいことだと思うし、俺は応援するよ。おいおい、そういえばマリウスはアーデルハイド副長に謁見しなくてもよかったのか。いや僕はいい。ほら、あんまり大人数だと迷惑だからな。そうか、勘違いだったらすまないが、ここに着いてから少し落ち着きがないように見えていたからな。そんなことないぞ、僕は全くもって普段通りだ。お前ら、向こうが動き出したようだな。しゃあ、ようやく動いたか腰抜けども、俺の手柄のため、アーデルハイド様のため、じゃんじゃん来てくれよ。終わりだ。やはり相手は消極的だな。お互い大きな消耗もないが、戦局に変化もねえ。こいつは精神的に参ってくるぜ。戦わずに済むのならそれに越したことはないけど、それならなぜカメリアは大軍を持って攻めてきたんだ。確かに大軍を待機させておきながら動かす様子がない。何かしら理由があるんだろうな。だが問題はそれが何なのかだ。カメリアにすりゃさっさと片付けたいはずだ。もたもたしてたら、今は足並みの揃わない王国や教会もやがてオリビエに援軍を出すだろう。だってのに、なんだ連中何をね。まあとりあえず今の状況をアーデルハイドに。そうだな、それがいい。二人とも現状の報告をするためアーデルハイド副長のところへ向かおう。ああ、ついでに俺の活躍もアピールしないとな。大人数で押しかけるのも迷惑だろうし、僕は宿で待機してるよ。おいおい、オリビエ。遠慮じゃない、大人数で行ったら迷惑だろう。なんで怒り気味なんだよ。まあ宿に置いたままのクウも心配だからな。マリウスに様子を見てもらうのがちょうどいいだろう。
それによ、人が多いとお前への恐怖。ならしょうがねえな、マリウス。クーが寂しい。調子がいいやつだな。よくしのいでくれた。改めて礼を言わせてくれ。礼には及びません、アーデルハイド様。国のため命を懸け戦うのは騎士として当然のこと。そしてあなたの喜ぶ顔は万の感謝の言葉より喜ばしきものです。そうか、それなら。アーデルハイドめ、デフロットの野郎に面食らい始めたか。敵が退いたとはいえ気は抜けん。アーデルハイド様、大変です。何事だ、騒々しいぞ。先ほど城下に教会騎士団が到着しました。アーデルハイド様をお待ちです。教会騎士団だと。まさか援軍のつもりか。せっかくだが手は借りぬ。お帰りいただいてもらおう。それが我が領内に魔女が潜んでいると。なんだと。教会騎士団、魔女狩りと称して手荒な真似をしなければいいが。アーデルハイド、俺たちも一緒に行こう。それでいいな。あ、もちろんだ。二人ともすまない、すぐに向かおう。あ、アーデルハイド様、私めも同行します。おいおい、似合わねえ敬語はやめとけ。調べが終われば戻してやる。女はすべて拘束しろ。はっ！おい、やめろてめえら！女子供に何しやがる！なんだ貴様ら、我々の邪魔をする気か！魔女に惑わされた愚か者どもめ。モリス、この教会騎士団の奴らは。ああ、間違いない。ディディ派の連中だ。ディディエ派だと。こんな横暴を行っ。分かったか、アデルハイド。ゲオルグはこんな暴挙を止めたがっている。そのためにお前の力を借りたいと。国を、民を守るために。やめろ貴様ら。誰の許しを得てこのような真似を。許し？誰の許しが必要だというのだ。オリビエはもう公国ではない。言葉で制することは叶わぬか。アーデルハイド様、たとえ教皇の命とはいえ、このような暴挙見過ごすわけにはいきません。恩に着る。では行くぞ。you
わ。いけ。任せ。礼などいらぬ。むしろ詫びねばなるまい。恐ろしい目に遭わせてしまったな。皆の者、周辺の警戒に当たれ。他に捕獲された者がいないか探し出せ。どうかしたか。私は魔女狩りの様子を初めて目にしました。この行いには正義が感じられない。真に魔女はいると思うか。どういうことですか。質問を変えよう。魔女の処刑を見たことがあるか。いえ、ありません。私は見たことがある。騎士が教会の教えのまま魔女を捕らえ、異教徒として裁き続けていた。だが私は裁かれた者たちが魔女には見えなかった。裁かれた者たちはこの国を恨み憎んでいたとは到底思えなかった。私には町で弱者に剣を振るい縄をかける。これではどちらが悪魔の手先かわからない。騎士は剣を捧げる者を間違ってはならん。何のために剣を。フェルナンド教から何を受け継いだか考えてほしい。何を受け継いだのか。やめろ、やめてくれ。娘を離してくれ。うるさい、おとなしくしろ。これ以上の我が領民への暴虐許さぬぞ。これはアーデルハイド殿。我が領地でこのような暴虐を働くとは確かな根拠があるのだろうな。あなたには謀反の疑いがかかっている。何。再三にわたる教皇様の召喚を無視。さらにあなたはとある人物を3年間ずっと探し続けているそうですな。カメリアの反乱直後に行方不明となったマリエル王女。当然のことであろう。王女はまだ生きておられるかもしれぬのだぞ。ならばその行方を探し出すことこそが。見つけ出した王女が本物であることを誰が証明するというのか。大方魔女が扮した偽りの王女を立てて王国の転覆をたばかるつもりなのであろう。話にならん。くだらぬ妄想に付き合ってはおれん。申し開きは王都で伺いましょう。ご同行いただけますかな。ちょっと待ちや。さっきから聞いてりゃ随分とめちゃくちゃな話じゃねえか。これ以上好き勝手やらせるかってんだアーデルハイド。あくまでも歯向かうか。ならば仕方あるまい。やれ。はっ。おいおい、どう見てもそのまさかだろう。つくづく舐められたものだこの私を。
決めろ。飛んでしまったな。なんと詫びていいか。謝罪には及びません。私は教会騎士の行動よりもアーデルハイド副長の行動にこそ正義を感じた。それゆえに加勢させていただいたのです。どうかお気になさらぬよう。そうか。改めて礼を言おう。ありがとう。凛々しい美女の微笑みは何者にも買いがたい価値があるよな。お前は本当にブレないな。それにしてもこれからどうするかだな。理由はどうあれ教会に歯向かってしまった。そういうことになります。度胸と決断力は買うが探業は禁物だ。そなたも領地を預かる身分だ。いや、これは私が言えた義理ではないか。そうだな。そなたは事実上私に巻き込まれたようなものだ。オーベルの領主殿には反逆の意思はない。私がそう証言しよう。ですがアーデルハイド様、それでは。いや、そもそも教会騎士団の連中がそんな言い分を素直に受け入れるかね。それはこれからの貴公らの態度次第といったところか。貴様は。おっと、こいつはとんでもねえ大物が現れやがった。ディディエ、あいつは確かオートで、いつの間に現れやがったんだ。まずい展開になりやがったな。まさか黒騎士がオリビエに乗り込んでくるとはな。ディディ、貴様がなぜここに。アーデルハイド副長はただの騎士団員の手に負える相手ではない。有事に備えて私が同行して叱るべき。そう考えても不思議はないでしょう。あなたには魔女と共謀し国家転覆を企てた容疑がかかっています。魔女に行方不明の王女を名乗らせ公国を取り戻すのが目的であろうとな。ふざけたことを。一体何の証拠があって。謀反の疑いありと定めたのは我がオルタンシア王国の司法です。私はあなたと魔女を王都へ連行せよと命じられただけ。申し開きは王都にてするがよいでしょう。これ以上の抵抗は王国に対する重大な反逆行為として。ん？こちらにおいででしたか、アーデルハイド様。ご報告いたします。今は取り込み中だ。後にせよ。構わん、続けてくれ。何が。あ、オリビエ港にて不審船が多数発見されました。なんだと、港に。カメリアの侵攻だと。そんな報告は受けていません。こうしてはおれん。私も今すぐ前線に向かう。聞いての通りだ、ディディエ卿。
私はカメリア迎撃に向かう。今日にはここで待っていてもらおう。カメリアを退けた後、私は必ず戻ってくる。容疑に関してはその時に取り調べるがよかろう。いいでしょう。カメリアの信仰とあらば放置もできません。それにあなたは領民を置いて逃げるような人物ではないでしょう。かたじけない。オーベルの領主殿、加勢を頼む。わかりました。元よりそのつもりです。なんだかわかんねえが、今はカメリアを追い返せばいいんだな。そういうこった。全速力でオリビエ港に向かうぞ。あれはモーリス。それにあの男は現オーベルの領主。なぜキャツラがこの地に。何者かの差し金か。終わりだ。なんだよこりゃ。確かにカメリア軍。おいマリウス。すまない。マリウス、せっかく来てくれ。ここまで攻められたらすぐに混戦になる。敵と味方が入り乱れちゃ見つかるかも。すでに先行してるアーデルハイドには手伝いの件を伝えておいた。オーベルの。わかりました。なんだよおっさんの言うことは。うるさい。お前が暴れてもいいように後方で支援に回ったんだ。ありがたく思えよ。け、偉そうな言い方だな。後方支援は任せてくれ。あ、頼んだよ。だが後方といってもカメリア軍はすぐそこまで来ている。十分ちょ。よし、アーデルハイドのところへ向かうぞ。ああ、終わりだ。
任せ。いけ。アーデルハイド副将。オーベル領主殿。トラン川に陣取ってた奴らとは全然違うな。そのようですね。報告していただいたカメリア軍とは。考えられる理由は多くねえな。トラン川の部隊はおとりで、こっちが本命ってとこだろう。ならばこちらも予備兵力の投入を。そいつは最悪の事態が起きた際の最終防衛用戦力だろう。今の状況で使うようなもんじゃない。とはせめて向こうの士気をそぎ落とせば、数の上では互角以上に持ち込めるんだが。そいつは難しいだろう。いや、あるにはあるな。大将首を取ればいけるかも。おいおい、そんなに簡単に言うなよ。大将は敵陣の最高。ところがそうでもねえんだよ。カメリアの指揮官は皆勇猛果敢でな、一軍の将は先陣に立つって考えを持ってる。ルギスしかり、奴の右腕であるロイもそうだったな。ロイ、確かにそうだったな。なるほど、確かにそういうことならば、よし。キリがねえな。それにしても敵さんの張り切りっぷりちょっとついていけねえぜ。確かにな、よほどの援軍が到着したと見える。援軍があったのは確かだ。だがこれほどまでに味方の士気を高揚させることができる者はそういない。まさか敵の援軍を率いているのは。危ねえ、アーデルハイド様。これは今の意思よく交わしたな。いや、守ってもらったと言うべきか。ロイ・バッシロ、やはり援軍を率いていたのはお前だったのか。ほう、お前はオーベルのオリビエに来ているとはな。